はい、では続きやっていこうと思います。見て見て、これセーブ画面もさ、こうクライムの服装変わったんだよね。ほらね、ちょっとなんか赤っぽくなった。はい、ということでじゃあやっていきましょう。じゃあ今回こそフェニックスゲートに向かいたいところでございます。ハンナさん、マードック将軍の奥様ですね。ロザリア公国の将軍マードックの妻、夫のロドニーがフェニックスゲートから戻らなかったため、家父としてイーストプールで暮らしていた。成長したクライブと自由に再会し、亡き太鼓エルウィンから預かっていた装具をクライブに譲り渡したと。とってもいい人でした。さすが先生の奥様。イーストプールを出ればその先は黒の一帯です。雨物が。お二人ともどうかお気をつけて。ありがとうございます。ちなみに装備品って変わるのかな。あ、大丈夫かな。一番強いのになってる。それならいいかな。よしよし、行きますか。他に何かあるのかな。何もなさそう。あ、ショップはあるね。まあいいや、行きますか。こっち側？あ、ショップ通りがかりだし見ていくか。なんかいいもの売ってますか。大地の剣、ゴールドワークサッシュ。毎度あり。ガンビットって聞くと12思い出すね。ガンビット。そのお姿。あ、また殿下。昔のお知り合い。いや、まさか、まさかクライブ様なのですか。人違いだ。ですが、それはハンナ様が大切にされていたエルウィン殿下のお召し物。お譲りになるとすれば、嫡男であられるクライブ様を置いて他に考えられませぬ。ああ、よかった。これでようやくお預かりしていたベアラーたちをお返し。お預かりしてたベアラー。ベアラーを返すね、どういうことかしら。イーストプールの村長と言ったな。先ほどの話を詳しく聞かせてくれるか。このイーストプールではロザリア公国からの命により行き場をなくしたベアラーたちを預かっておりました。彼らは13年前の戦乱、鉄王国がロザリアへ侵略した折に主を失った者たちなのです。へえ。避難民。避難民。ええ、あくまで一時的な処置ということで、ことが落ち着き次第お返しするはずだったのですが、ロザリアがザンブレクの属領となった時の混乱で決め事もうやむやに。本来なら現在のロザリアを治めている属領総督府に返還するのが筋なのでしょう。ですが、公国のベアラーの扱いを見るに切り出すこともできず、こうして預かり続けていたというわけです。そういうことだったのか。そこでクライブ様、お願いがございます。どうか彼らを引き取ってはいただけませんか。彼らの中にはロズフィールド大公家に仕えていた者も多い。クライブ様が主となるのは本望でしょうから。悪いが、それはできない。今の俺には彼らを守ることなど。さようでございましたか。勝手を申しました。今の話はお忘れください。しかし、ぶしつけながら一つだけご慈悲を賜りたく。俺にできることなら。九段のベアラーたちの中にエルウィン殿下を敬愛してやまない年寄りがおります。
再び殿下を主にすることがかなわずとも、せめてクライブ様のお姿を、殿下によく似たそのお顔を見せてやっていただきたいのです。わかった、いいだろう。おお、ありがとうございます。そのベアラーはいつもは村の井戸のあたりにいます。どうかよろしくお願いいたします。さて、父上か。村長さんもいない。陶器品のザリア、エルウィン様によく似てるから、お年寄りのベアラーに会ってみましょう。そうだね。あ、じゃあ早くフェニックスゲート行きたいのに。このご時世にご主人様と旅でもしてるのかい。何もない村だけど、景色だけ。ここに、いや、そのままなんかフェニックスゲート結構えぐいイベント待ってそうだね。お年寄りの方はいないわね。村長に約束した手前、会わずに出ていくわけにもいかないな。少し探してみるか。そうね、この辺りで話を聞いてみましょう。知ってる人がいるかもしれないわ。はい、いや、村人にさらに聞き込み。あ、この人？おや、旅の方、何か用かい？私たち人を探していて、この辺りでお年寄りのベアラーを見かけませんでしたか？ああ、あのじいさんかい？そういや今日はまだ見てないな。いつもなら井戸の横で料理の真似事をしている時間なんだが。真似事？昔ロザリス城にいた頃、調理場で働いてたんだと。よく太后様にお声掛けいただいたと口癖のように言ってたよ。今じゃ夢か幻のような話さ。ベアラーに声をかけるなんてザンブレクの元じゃありえないことだ。そうですね。じいさんならきっと村のどこかにいると思うぞ。そう遠くに行ける体でもないからな。ありがとう、もう少し探してみます。うん、そう、じゃあもう一人。え、どこだ？あそこね。え、登れようかな。おお、いけるいけるいける。はい。あら、村の人じゃないわね。どうかしたの？人を探していて、この辺りでお年寄りのベアラーを見かけませんでしたか？いつも井戸のそばにいるおじいさんのことかしら？ええ、その方です。あのおじいさんに用事って、もしかしてお嬢さんたちも昔はロザリス城に？ええ、まあ。あら、同郷だなんて嬉しい。私も小さい頃はロザリスの城下町に住んでいたのよ。民を慈しんでくださった太后様の御代が恋しいわ。ザンブレクの俗領になってから生活は苦しくなる一方でしょ。黒の一帯のせいで作物の実りも悪くなっているのに、税は変わらないなんて。ごめんなさい、昔を知る人がいるとつい。おじいさんならきっと村の中にいるわよ。ここでずっと何かを待っているみたいだから。ありがとうございます、探してみます。うん。あ、待って。はい。パトリックならどこにいるか知ってるかもしれないわ。彼は全部もたらい回しされんな。どう見てきたの？旧社にいるはずだから声をかけてみて。ねえ、私早くフェニックスゲート行きたい。してみます。ありがとう。ちょっと。そうそう、たらい回しやめてほしい。すまない。君にばかり村人の相手をする。コミュ障か、主人公。気にしないで、念のためよ。パトリックさんに話を聞きましょう。はいはい。この辺？あ、いた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 。こんにちは。困ったな。
どこへ行ったんだろう。もしかして魔物狩りに行けとか言われないだろうな。もしどうかしたんですか。僕が目を離した隙にペアラーが一人いなくなってしまって、いつもの井戸のところにもいないし、村の中じゃないのかな。失礼ですが、パトリックさんで。はい、そうですけど。そのベアラーというのは、昔ロザリス城の調理場で働いてた方では。ええ、そのおじいさんです。あなたは旅の方のようですが、なぜ僕の名前もおじいさんのことも知ってるんです。そうですか、村尾さんに。では旅の方、おじいさんを探す手伝いをしてもらえますか。また、大抵は村の中にいるのですが、はいはい、ロザリス城からの迎えを待つと言って出歩くことが増えて、外にいるの。もしかして年のせいか判断もつかなくなってて、何かあったらと心配なんです。わかりました。私たちは外に行くのね。パトリックさんは引き続き村の中を。ありがとうございます。よろしくお願いします。じゃあもうちゃっちゃと飛ばせよ、ちゃっちゃと。どこに行った。いい、あっちね。とにかく探してみよう。あ、いたぞ。あんなところに人が。探していたおじいさんかしら。魔物が。先に片付けるぞ。じいさんに声をかけるのはそれからだ。うん、ええ、分かったわ。さて、じゃあ全ての敵を倒せ、やっていきます。よし、オッケー、終わりどうした、じいさん。ここで何をしているんだ。おお、殿下、エルウィン殿下、ようやくいらしてくださったのですね。いや、俺は。クライブ。ああ。ずいぶん待たせたようだな。ええ、待っておりました。殿下がいらしてくださるのをずっと。ああ、これでやっとロザリス城に帰れます。また殿下のお食事を作る手伝いができます。じいさん、城に戻ることはできない、うん、それに俺は今旅の最中なんだ。だから俺の用事が済むまでもう少しだけここで待っていてくれないか。きっと迎えに来る。待っておりますとも。いつまでも、いつまでも。よし、終わったな。先に進もうぞ。ありがとうございました、クライブ様。それにジル様も。彼の支えはエルヴィン殿下だけ、うん、思い出の中だけでしかもう生きていけないのです。でもパッパが死んだ時絶望やったよね。それは我々も同じかもしれません、うん、生きていくのにこの現実はあまりに辛すぎる。たくさんの人が亡くなったしな。この村に黒の一帯が迫ってからというもの、作物の実りが悪くなり、村人たちは次第に去っていきました。ハンナ様が家財を売って用立ててくれた恩情にすがらなければ、残された我々は日々を暮らしていくこともできません。
ベアラーたちを養いたくとも、これ以上はパン一切れすら与えることができないという状況なのです。そんなことに。俗領総督府にも陳情してみたのですが、彼らはエルウィン殿下を敬愛する我々を対抗派と呼び、相手にすらしてもらえない有様で。シドという知人がいる。彼ならベアラーたちを受け入れてくれるはずだ。俺の用事が済んだら話をつけておく。決して悪いようにはしない。感謝いたします。クライブ様、ご用向きが済んだらここに立ち寄っていただけますか。あ、はい。貧しい思いをさせているハンナ様の身の回りのことも含め、今後のことを相談させてください。いろんなところ行かなきゃいけないな。ここもそうだし、マーサさんのところにも行かなきゃいけないし。クライブ様、ジル様、どうかお気をつけて。どん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 味方ができてきてる感じがするわ。ありがとうございます。陶器品のロザリア。さあ、進むぞ。さあ、今度こそ出るわよ。400メートルぐらいあるかな、フェニックスゲート。呼び止められないね、大丈夫だよね。よし。ほら。さて、じゃあ進んでいきまーす。漆黒の森。黒の一体。こんな村の近くまで。大地が黒ずんでいる。エーテルがすっかり失われているんだ。じゃあそこの村大丈夫なの？こうなれば何も生まれず育つこともない。なんか落ちてきたんだけど。何？死の土地か。唯一の救いは。あ、魔物も出ないことね。あ、魔物出ない。ありがてえ。そっか、もうエーテルもないから、そっか、もう生物のもう何も生きられないってことだもんね。でも、じゃあアイテムが落ちてるって一体って感じなんだけど。進んでいきまーす。ここでは魔法が使えないな。はあ。そうね。エーテルがなければ命や魔法ですら。エーテルが枯渇することでこんな景色になるとは。うん。でもね、サブテーマではね、そのクリスタルのこう、まあ、断ち切るって言ってますからね。クリスタルに頼らない生活を模索していくのかな。これなんか終わり方どうなのか気になるわ。なんかテイルズもさ、FF もそうだけどさ、なんか主人公がね、結構悲しい思いして終わる作品もあるから、ハッピーになるのか、それともっていう。緑で溢れていたのでしょうね。ああ、きっと美しかったろう。あ、ハイポーションとポーション。さあ、来たぞ、目的地周辺。お。見えてきた。うん。フェニックスゲートだ。もうちょっと距離あるね。あそこで俺は。ああ、あんま思い出したくないよ。行きましょう。あの日にもう一度。はい、ということで終わったな。じゃあついに四国の森を抜けてフェニックスゲートですね。惨劇の爪痕が残る剣祭の跡地。行くぜ。
時の流れから取り残されたみたい。足を踏み入れる者など誰もいない。きっとあの日のままなんだ。ん？灰？灰か？なんだろう。調べてみよう。え？なんかが燃えたとか？はい、では真実のありか。わあ、じゃあ緊張してきた。めっちゃ多分確信に迫るパートに来るぞ多分。でまずはジャーナルを確認します。真実は何か。13年前の惨状そのままのフェニックスゲート。その地下へと火のドミナントらしき男は姿を消した。真実を掴むためクライブとジロー男の後を追うと。さてじゃあ辞書も一緒に。フェニックスゲートはここは見たね。フェニックスゲート襲撃。大陸歴860年、ザンブレック公国がロザリア公国のフェニックスゲートを襲撃した事件。太后エルミンは殺害され、同行していた息子たちも死亡したとされて、あ、これも読んだね。あ、フェニックス。火の召喚獣であり、ジョシュア・ロズフィールドが顕現した姿。遥か昔、炎の民と呼ばれた者たちの血筋に力が宿るとされ、ロザリア公国では太后期に代々のドミナントが生まれている。大陸歴860年のフェニックスゲート襲撃以降、その姿を見た者はいない。イフリート。二体目の火の召喚獣。大陸歴860年、フェニックスゲートにて凄まじい炎と共に姿を現し、召喚獣フェニックスと戦いで周囲一体を壊滅された存在。その正体はクライム・ロズフィールドが顕現現実姿であると発覚したと。はい、じゃあこれは、これはなんてこと。おお、何これ、くぼんでますよ。なんすかこれは。どうした？めっちゃうなってるけど。クライブ、なに？ジョシュア。あいつは。ちょ待って、行くぞ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 。あいつは真実を握ってる。追うんだ。追うんだ。え、なにこれ、こんなところありましたっけ？セーブしよう、セーブ。あれ、どこ？あ、はい、とりあえずセーブセーブセーブ。何あれ、こんなのなかったよね。いや、これ地下に通ずるのか。入っていってみます。どこへ行った？隠れる場所なんて。くそ、また消えたってのか。砦だと聞いていたけど、まるで神殿のようね。ああ、君はここは初めてだったな。この場所は門なんだ。門？ゲートってついてるもん。この遺跡は巨大な門になっていて、フェニックスのドミナントにしか開けない。だからフェニックスゲート。それじゃあの日ジョシアはここで。ああ、この扉の向こうにある典型の間で儀式をするはずだった。あなたも一緒に？いや、ここから先は禁足地だ。ドミナントしか入れない。ジョシュアが儀式を執り行う間、俺たちはここで祈りを捧げて待つんだ。しかし奴はどこへ。この扉の向こう。まさかフェニックスはもういないんだぞ。ねえ、開けられるはずがないよな普通だったら。
いけるか、クライブ主。おお、来た。フェニックスの祝福。クライブ。ああ、行こう。フェニックスの祝福。ああ、もう逃げられないじゃん。はい、ということで、じゃあ今回はここまでにしようかな。フェニックスゲート地下遺跡は次回ですね、やっていこうと思います。お疲れ様でした。